栄冠ナインクロスロード。今回は栄冠王座決定戦についてではなく、ハイパークラス成長版の3つのハードルについて。ハイパークラス3つのハードルというと、チーム総合力2万5000以上、夏の甲子園で優勝、評判を名門にする、これらの3つよね。その通り。さらっとクリアできることもあれば、何十年もかかったりもするんだぜ。なので今回は、なんかうまくいかないハイパークラスを、なんかそれなりにうまくやる、そんな感じでいくんだぜ。ふわっとした感じに不安が拭えないわ。まずは大前提として、総合力と夏の優勝より前に名門に到達することはない。断言しちゃって大丈夫なの？絶対ないわけじゃないが、激レアなのでないものとする。春夏で結果残せるようになれば、名門には到達するだろうしね。そして夏優勝できるチームなら、2万5000を超えてくることもあるぜ。ちなみにうちの夏優勝チームがこんな感じ。PSR 松坂大輔最強。総合力2万4000ぐらいから相手次第で優勝できるんだぜ。相手次第で、とか、特待生スカウト次第で、とか、そこら辺が運要素なのね。そうなるんだぜ。一度でも達成してしまえばあとは埋めるだけだぜ。それじゃあ、もうちょっと具体的な話を聞かせてほしいわ。具体的というか、実質結論がこれ。入学式で終わっちゃったわよ。一番大事な部分と言っても過言じゃないんだぜ。投手の数が、2、4になるように毎年数を調整するのよね。それに合わせて投手特待生の数も、1、2とする。そうすると投手4人世代で総合力を稼ぎやすくなるし、甲子園で勝ちやすくもなる。一般入部生を選ぶ基準は何かあるかしら？ここを見て選ぶのが実はとても大事。強化される練習と特待生との組み合わせを吟味するんだぜ。能力順に選んだりするとうっかりしちゃうかもしれないわね。ループを始める前に、特待生のセットを考えてどの練習を強くするかを、整理しておくといいと思うんだぜ。機材持ちの特待生がいないのに肩練習が強化されてたりするのはもったいないものね。機材強化を取るか特能強化を取るかの場合、個人的には機材強化を選びたい。筋特よりも基礎能力、ってことかしら？覚えられなかった筋特は総合力に貢献できないからな。うちはそうやってるって話で、これが正解ってわけじゃないけどな。監督によって持ってるキャラや特数が違うからね。簡易型投手理論は共通でよくても、デッキ構築は人によるんだぜ。それでもあえておすすめをあげるとしたらどうなるのかしら？なかなか難しい質問だが、特待生スカウトで嬉しい選手を紹介するぜ。まずは現環境のトップ、大西ハリソン筋金。筋特は鉄腕、機材は変化球。突次第ではこっちがトップ、虹谷誠。筋特はドクター系、機材は変化球。唯一の赤特消去イベント持ち、平成の怪物松坂大輔。筋特は驚異の切れ味、機材は球速。この3人は投手2人世代でも甲子園優勝が期待できるぐらいに他の特待生よりも強いと思う。特待生スカウトで監督が来たりしたら期待しちゃってもいいわね。あとは一応闇の英語も強い方だと思うぜ。筋特はマインドブレーカー、機材は変化球。自前で監督持ってるけど、前の3人に比べると少し落ちる印象があるわね。自前のおかげでずっといるから評価が辛い可能性もある。投手はこれでいいとして、野手におすすめはいるかしら？投手と逆で野手特待生は2、1、2、1のループになるわね。こっちは投手よりも難しいけど、あえて言うなら、PSR で2人だけのマッサージチェア持ち、鈴木誠吾。金徳は高級ヒッター、機材はマッサージチェア。同じくマッサージチェア持ち、現在ガチャ開催中伊佐代充。金徳はストライク送球、機材はマッサージチェア。ザ・レジェンド、野手一郎。金徳は内野安打王、機材はミート。こんな感じだろうか。とりあえずマッサージチェアが強いのはわかるわ。練習効率アップ効果が追加されたのが大きいんだぜ。投手と野手で両方特待生スカウトできた場合は、どちらを選ぶべきかしら？
うちの監督はトツ差があっても、投手を選ぶな。野手一郎と鈴木は自前があるものね。まあそうだな。投手の3人は自前にないからな。じゃあ、以上を踏まえて実際にどうやってるか教えてちょうだい。現在の4年ループがこんな感じ。ここに特待生スカウトが絡んだり、ループごとに色々組み替えてみたりしている。こちら、大西がスカウトできた年となっております。練習指示に関しては、まずは全員スイッチ転向。全ポジションに1人はいるようにコンバートで調整。そして左から右に向かってとりあえずオール C にする。補給も C にするの？内野陣はコンボがあるから上げる意味がなくはないが、うちでは基本補給は放置。オール C になったら弾道も放置してミート。ミートがカンストしたらパワーでもなんでも。って感じでやっているぜ。そうすれば3つのハードルがクリアできるのね。ループを重ねているうちに夏を勝てたり24,800ぐらいで泣いたりする。夏の優勝は嬉しいけど少し足りないのは悔しすぎるわよ。アイテムの仕様とか忘れちゃダメだぜ。あと言えることは遠征や合宿に強い練習を持ち込む意識かな。マッサージチェアで遠征突入からの指導タップで大量経験値。とりあえず今回はこんなところだぜ。この動画がきっかけでハードルを突破できた方、逆に動画を参考にしたのに全然うまくいかねえじゃねえかって方、それぞれコメントお待ちしております。それでは最後の締めは監督にやってもらいましょう。うちの監督に残された唯一の出番なんだぜ。それではチャンネル登録と高評価よろしければお願いします。またねー。